何しているんだ？最近、冷蔵庫がすぐに空になると思ったら、お前が犯人だったか。ま、妥当なところだな。どうせそんなところだろうと思っていた。追われている？お前には日常的なことだと思うんだが、今度は何をしたんだ？チンピラだろう。すぐに飽きるさ。そうか。だが俺は明日からしばらく出かけるんでな。力になれなくて悪いが、一月ばかり戻らんぞ。海の上だ。お前じゃあるまいし、客船に乗って出張バーテンダーをやるんだよ。
ダメだ。なぜならお前はここで死ぬからだ。悪く思うなよ。だがまあ、思われたところでどうなるものでもない。自分で確かめてみよう。何が飛び出すか分かる頃にはお前は考えることもできなくなっているだろうが。
今日からしっかり働いてもらうからね。元気ないわね。シャキッとしなさいよ。お客様の前に出るんだからね。何よその気のない返事。めんどくさい。とりあえず仕事着に着替えなさい。そうすれば気も引き締まるでしょ。そのお仕事に決まった服っていうものがあるの。だらしない着方しないでよ。
夜は朝9時。準備もあるから30分前に来ること。じゃない。次、11時半までがモーニングサービス。あ、でもこの時間に昼食取るお客様もいらっしゃるからね。それが終わったら12時まで休憩。12時から2時半までランチ。ランチが終わったらまた30分休憩できるから頑張ってね。文句言わないの。それと3時から5時まではティータイムだから、この時間に紅茶やコーヒーを飲みに来るお客様は多いからね。まあそんなところね。これでカフェはおしまい。何言ってんの？それで終わるわけないじゃない。その後バーで働くの。言ってないもん。でも伊達さんの助手なんでしょ。伊達さんがバーテンダーやるんだから手伝うのは当たり前でしょ。まだ忙しくないでしょ。伊達さんはディナーから働くから昼間は自由なの。まさか船内にいないことはないでしょうけど。あれ、伊達さんに何でもするからって頼んでこの船に乗ったんじゃないの？はい、それじゃあ夜のお仕事。6時から9時までそこのバーね。8時くらいには伊達さんがディナーの仕事を終えてバーに戻ってくるから。9時になったら30分休憩して11時まで働いて、そしたら1日の仕事はおしまい。あとは自由だよ。じゃあ伊達さんの期待に応えるためにも頑張ろうね、京一郎。
ね、あの、そうじゃなくて。え？代金ってカードじゃ。挑戦者にお渡ししたカードで大丈夫です。下船後にカードごとに精査いたしますので。あんた、オーダーも取れないの？ごめんなさい、私ははっきりしなかったのがいけないんです。その人、新人さんなんですか？私は光月マナ。私も新人かな。クルーズツアーなんて初めてだから。ちょっと恭一郎、お客様に。いいのいいの、そのくらいの方が私も気楽だし。やっぱり慣れないことはするものじゃないね。本当はお母さんがクルーズチケットを当てたんだけどね、お父さんもお母さんも都合が悪くて私がもらったってわけ。そっかな。でも急な話で友達も呼べなかったからちょっと困ってたんだ。あ、私も忘れてた。じゃあ恭一郎、カフェラテちょうだい。
注文をお願いしますね、ウェイターさん。申します。あらあら、どうしましょう。注文通りに私がもう一人出てきても困りますね。私にはカフェラテをおすすめしてくださらないのかしら。私よくあるんですよ。気がついたら時間が経ってるんです。でもそうですね、今はコーヒーよりも紅茶にしようかしら。アールグレイをストレートでくださる？お茶の名前なの。そうそう、お名前教えてくださる？そうじゃなくて、あなたのお名前を聞かせてください。はい、わかりました。
お嬢様に何をしている？してやろうか。お嬢様に手を出したらただでは済まないことを教えてやる。お嬢様、このものは面白い口を聞くやつなのだ。無礼ではあるが、とにかく面白い。さて、お前。